綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、リンゴルフアレンジマッチプレー対決です。勝者には5万円の賞金が与えられます。よし、2人の選手が賞金をかけて真剣に9ホール対決するので、ぜひ最後までご視聴、両選手の応援をお願いします。フレーズ3ホール終わりまして、はい、スズネッチが1ポイント、リノちゃんが2ポイント。はい、なかなかやっぱね、リノちゃん結構バーディーがあるからおっかないところもあるけど、まあなんとかね、今のところ1ポイント差で。逆に私はもっと行けって感じで言っちゃえばいいのか、どう思います？いや、そんなことないですよ。もうあんまよくは出さない方がいい。そのスタイルを貫き通して、なんか結構よくもっとやる気出すよって言われるんですけど、やる気出す、そんな誰に言われるの？いや、なんかあの店に回ってる人に、なんかあんまりなんかバーディーとかパーとか取っても嬉しくなさそうだから、もっと喜べよみたいな、よっしゃみたいなやったり、どうなんだろう。スネッチがなんかアグレッシブになるかもしれない回ですね。すごいね。表現してバーディーワンス踊っちゃっていいよ。バーディー取ったら踊ってない。まずバーディー取ります。先に頑張ります。かな、バンカーでしたね。で、捕まったか。動いちゃうですね。200ぐらいで届いちゃう。ああ、じゃあ。ああ、同じとこだよ。あれ、手前だ。バンカーより手前。ああ、左だった。バンカーよりいいよ。ばかり。右のバンカーに乗って、5番打ちに行きます。おー、ナイスです。なんか普通にね、フェアウェイバンカーの方がいいかも。高さキープしようと思って集中するから意外といいかも。まあでも普通にフェアウェイだったら狙うんですか？うん、普通は狙うけど、じゃあバンカーだったから。もうナイスです。よし、バーディーチャンス。ガッツポーズか、これは。ガッツポーズか。ダンスが。ありがとうございます。めっちゃ近い。見なきゃいけないね、これ絶対。うん。寝たい。入るよ、それも。ナイスバーディーです。
よっしゃいきなりバーディー来ましたね。嬉しい。いや本当はないし、めっちゃ嬉しいですけど、なんか恥ずかしい。みんなに伝わってない。あんまりこう表には出さないじゃん、叫ぶスポーツじゃないからさ、うん、どう思ってんのかなと思って。切り替え、一ホールのことに切り替え。ああ、なもう前のことは忘れてるんだ。なんならもうワンショットごとワンショットごとです。一球入魂っていきます私は。なるほどね。今日みたいに相手がいるときはどうなんですか、バーディーパットをこう外せと思うのか。いやもう入るなって思ってます。これ入るなって、これは入るから私が入れなきゃなって思ってもう入るだろうなっていう感じだから、私がパーだった瞬間、ああ負けるなって思ってました。みんな優しいんだ多分。僕はそう思ってもでも入んなきゃいいなってずっと思うタイプですね。そう、なんかこう入るな入るなって言ったら自分が入んなかったりする。自分が入るな入るななっちゃうかもしれない。そうか、自分が頑張れることしかできない。そう、だって相手に攻撃できないってそのパンチするためできないんだから。バーディー取った時は自分がバーディー取った時は嬉しいですね。心の中でガッツポーズ。もうなんなら普通にガッツポーズしちゃう。心以上で。じゃあ鈴木さっきのバリは。でもなんか普通に緊張してた。どうしよう。そう入ってる入ってるダンスだったもんね。ダンスも練習しとかなきゃ。そう、鳩のなつきちゃんみたいなの。YouTube 見て学ぼう。なるほど。ちょっと俺も後で見てみよう。バディダンスしてる。ナイスショー。いいね。危ない。届かない？なんで？上げてんのかな？でも風吹いてない。うん。ナイス。ありがとうございます。58で、うん、おーまっ、うまっ。さっきのバーディーパットと同じぐらいですバーディーダンスを踊ろう。入れて、ね、うん、うん、なんか狙ってくると違うかな。私プロだ。ナイスです。納得ショットパッド。ナイスパン。ありがとうございます。安定してるな。バーディーダンス練習。じゃあバーディー。畑のなつきちゃん推奨の。入りました。みたいな。バーディーみたいな。喜びをアピールしてるよね。だからやっぱ足ドタバタはできないから、上半身だけで。グリーン傷つけたらいけないから。ね、できないけど上だけでこう、うん、表現する。あ、すごい、やばい。たまに、あ、やばい、やばいですか。なんか右切ってきた。あ、そう。おー、ナイスショー。やることやった。プレイして、ガチャキします。はい。ナイスショー。77ヤード、52度でいきます。
ナイスです。ありがとうございます。OB になっちゃいましたかね。ですかね。ちゃんとミキサーなので OB で、はい、これが101ヤードです。失敗しました。次頑張ります。はい、こっちをする。お願いします。ゴー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 。いいわ。結構食らってると思ったんだけどね。普通に止まっちゃう。もうちょっとね。ナイスです。タコです。はい、次頑張ろう。いやー、待って、パットだらけ。あとは一番練習してんのにボギーです。助けていただいちゃった。ダボです。いや、でもナイスパットだったもん。今残り3ホール。もうバーディーを取るしかない。勝つためには。前の3ホールはスズネッチがバーディー取って、また1ポイントリード。パーがないんですよ、私。パーのところ全部かぶっちゃってるんですよ。ああ。残り3ホールはパー4、パー3、パー5。うん、で最終ホールはダブルアップのチャンスがあるんで。はい、最後に、まあ、どこかを押さえてって感じですね。でも私もバーディー取ればってことですかね、最終ホール。そうそう、同じスコアだったらペースに入んないから。私がバーディーだとしてイーグル取るかもしれないけどね。イーグルだって5ポイントですよね。10ポイントしちゃったみたいな。あと3打目みたいな。分かんないと思う。逆にここのセカンド入るかもしれないし、分かんない。ここでも入っても意味ない。ダブルアップ。あ、そっか。え、でも5ポイントですよ、結構。ダブルアップの時にやったら10ポイントだよ。そっか。大物狙い、大物狙いで行くしかないじゃん。9番ホールさえ良ければ。また威嚇戦もうさ、完全にさ、最終ホールにかけてるよね。最終ホールにかけてる。謙虚にでも聞いてください。いやまあしょうがないですよ。